どうもお疲れ様です。今回は宇宙戦艦ヤマトについてちょっとお話ししようかと思います。ご覧いただいている画像なんですけども、あの名言、地球か、何もかも皆懐かしいという沖田艦長の最後のセリフなんですけども、ここでですね、ストーリーに全く出てこなかった一枚の写真、その中に映る人物が私たちの目に飛び込んできます。私もこのアニメ見た少年の頃っていうのはすごく幼かったんですけども、この人が誰なのか、自分の見落としだったのかなと思ったんですよ。しかし宇宙戦艦ヤマトの前話を何回見渡してもですね、全く出てこないこの2人の男女なんですね。まあ見るからに沖田艦長の息子夫婦なんじゃないかなってことは見えるんですけども、一体この2人がどういうふうに過ごしているのか、もしくは今ね、いなくなったのか、全く語られていません。ですんで私はね、小説版の宇宙戦艦ヤマトにまで、視点を広げていろいろと考察してみました。またですね、宇宙戦艦ヤマトの中には実写版、木村拓哉さんが出てるものもあるんですけども、こちらの方にちょびっとだけね、出ているちょっとセリフがあったんで、そこもつなぎ合わせてみました。で、今ご覧いただいているアニメっていうのは松本零士さんとかね、西崎プロデューサーが作られたものと言われてますけども、もう一人実は原作者がいるんですよ。これあんまり知られてないんですけども、この小説見たことありますかね。この小説に描かれている描写の中に、実は沖田艦長が自分の息子を戦死させられたっていう、そんな描写が出てくるんですよ。まあ、つまりこの写真に写っている腕を組んだ男性は沖田艦長の本当の実の息子なんですよね。で、その息子さんに奥さんがいて、きっと自分の息子が宇宙戦士としてこれからね、地球の平和を守っていくための華々しい写真だったんでしょう。しかし実写版の宇宙戦艦ヤマトと組み合わせていくと、どうもね、自分の作戦上の指揮によって自分の息子を戦死させなければならないようなシチュエーションがあって、それにずっとね、忸怩たる思いを持っていながらこの旅を続けていたんじゃないかなと思うんですよ。そして最終的に沖田艦長、自分の指揮を悟って、自分の息子の犠牲もあって、そして自分の命を懸けた後悔のそんな果てにですね、もう一度あの地球を見ることができて、この地球が蘇ることもおおむね見通しがついたことを感じて、自分の息子に謝るつもりで流した涙プラス、ああ自分もこれから死にに行くものとして、やっと自分の息子に会えるなと、そこでもう一回自分の息子といろんな話ができるんじゃないかなっていうふうに感じた涙がここに描写されていたんではないかなと思います。これでもアニメ26話を見た限りでは全く何のことか分かんないんで、視聴者さんが想像するしかなかったんですよね。でも私はどうしてもこの真相が知りたいと思って、小説版のこんなね、マニアックなところまで来て、やっとその糸口が見えたかなっていうところと、それから実写版の宇宙戦艦ヤマト、木村拓哉さんが出演されている中に、ここにちょびっとだけ触れた描写があって、それをつなぎ合わせて今回みたいな仮説になりました。おそらく間違えていないとは思うんですけども、他にもね、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。多分ね、この宇宙戦艦ヤマトの第一作が放送された時って、まだ日本が大東亜戦争からまだ傷が癒えていないところで、いろんな思いがあってこのストーリーにまとめられたんじゃないかなと思いますよね。日本の無念、ヤマトの無念をまさにこのアニメの中で、晴らしたという形もあったり、それから戦争の虚しさとかね、戦争が終わって地球は救われた、日本は救われたけども、だけども悲しみは消えたわけではないってことなのかなと思うんですよね。はい。で、こういったことをね、踏まえて沖田艦長が宇宙戦艦ヤマト完結編で戻ってきた時に、またね、ちょっとした違和感はあったんですよ。なんだ艦長戻ってきたのかよ。でもちょっと嬉しかったですね。やっぱり沖田艦長はやっぱり宇宙戦艦ヤマトの艦長ですよ。本当偉大な艦長ですよ。宇宙戦艦ヤマトの艦長といえば沖田艦長以外にはないと未だに思う私でございました。じゃあ今回以上です。お疲れ様です。